陶器心は千葉県市川市出身で1990年代後半から2000年代にかけて活躍した大相撲力士。本名は玉木淳。高砂部屋に所属していた。最高位は東小結。現役時代の体格は189センチメートル174キログラム。得意手話付き、推し。趣味は音楽鑑賞。現在は 西木戸部屋付きの年より、千田川として、若手力士を育成している。血液型は A 型。父は、高砂部屋の元女二段だった、高うい長く伸びたもみあげが特徴で、NHK の大相撲中継では、もみあげの陶器と評されたこともある。父の解説していた道場で柔道を習い、中学校時代は、父の故郷である沖縄県で過ごした。 一年先輩には赤がいる。中学卒業後、柔道の競合、東海大学付属相模高校に入学するも、腰を痛めて、柔道の道を断念した。それでも高校は卒業するつもりだったが、学校から留年させない代わりに、大量の宿題を与えられ、結局一年中途で中退した。その後、高砂部屋関係者の勧誘を受けた際に、最初は、 星の持病を理由に断るも、左膝の大怪我を抱えて土俵に上がり続ける小西式の例を聞いて、小西式に対する尊敬が芽生えたことで入門に至り、1991年1月場所において初土俵を踏んだ。三段目でやや苦労したものの、1994年3月場所に7戦全勝で三段目優勝を果たし、翌5月場所に幕下へ昇進した。 途中で三段目へ陥落することもあったものの、その後は幕下中位に定着し、1996年1月場所からは、四行名を本名から取った玉木から陶器へと改めた。自己最高位となる東幕下11枚目まで番付を上げた1997年1月場所では5勝2敗と勝ち越し、西幕下4枚目の位置で迎えた翌、 3月場所でも5勝2敗と勝ち越し、東幕下日等の位置で迎えた翌、五5月場所では6勝1敗の好成績で優勝決定戦まで進出し、7人によるトーナメントを制して幕下優勝を果たした。そして翌七7月場所において新十両へ昇進した。新十両となった1997年7月場所では6勝9敗と負け越して1場所で幕下へ。 陥落するが、翌、9月場所に6勝1敗の好成績を上げて、翌、1月場所に再重量を果たすと、その9月場所と続く11月場所を連続して勝ち越し、続く1998年3月場所では西重量2枚目の、一で12勝3敗と大きく勝ち越して、優勝決定戦まで進出した。優勝決定戦では、串間界に敗れて、優勝は逃したものの、 翌5月場所にて新入幕を果たした。新入幕となった1998年5月場所では7勝8敗と負け越して1場所で10両へ、陥落したが、翌7月場所で勝ち越して、翌9月場所に1場所で再入幕し、以降は幕内へ定着した。1999年5月場所と11月場所で、初日から6連勝し一時優勝争いに加わるなど、 活躍。2003年5月場所から2場所連続で受賞を挙げ、同年9月場所では新三役となる東小結びへ昇進したが、その場所は7勝8敗と負け越した。その後、左肩の故障の影響から2005年5月場所を最後に幕内から遠ざかるものの、同年11月場所には12勝3敗の成績を挙げて、初の重量優勝を果たした。 しかし、翌2006年1月場所が始まる直前にもともと悪くしていた腰を痛めて、初日から休場し、8日目から途中出場して、この場所を4勝5敗6九の成績でおいて、幕下への陥落は免れたものの、翌3月場所では、序盤から7連敗を喫して結果的には2勝13敗と、大敗し、翌5月場所において幕下へ陥落した。 取り口としては、腰痛のためあまり前に出ることができず、もろ手のドアで相手の動きを止めた後で叩き込んだり引き落とすことが目立った。腰痛が悪化してからは、引いたところを前に出られてあっけなく、土俵を割ることも多かった。長らく腰の持病と付き合ってきたものの、これ以上の回復は見込めないことから、幕下へ陥落した2006年5月場所が始まる。 直前の同年5月5日付で日本相撲協会に引退届を提出し、準年より、当期として高砂部屋の部屋付き親方となった。なお、幕内を計38場所も務め、三役にも昇進したが、三賞受賞の機会には恵まれなかった。2007年1月27日に断髪式が、両国国技館本土表にて行われ、同部屋の後輩でもある横綱、 朝昇流を、はじめ320人以上がハサミを入れた。制発時には、トレードマークのもみあげも切り落とした。2007年5月に純年寄りの期限が切れる前に、大関、千代大会から名席を借りて、年寄り十九大助の山を襲名し、2008年2月には、その千代大会が在籍する九十部屋へ移籍した。2010年1月13日には、千代大会が引退して、 年寄り、二十代伊助の山を襲名したため、大関、海王から名石を借りて、年寄り、十三代先行山を襲名した。同年九月には、幕内、竹風から名石を借りて、年寄り、二十代を塩川を襲名し、二千十二年四月には二千十年三月に、日本相撲協会を定年退職した十七代、千田川が保有する名石を借りて、年寄り、二十代、 千田川を襲名した。2012年6月5日に西木戸部屋へ移籍し、同年6月25日までに襲名中の年寄り名跡千田川を正式に取得した。現在は巡業部に所属し、肝心元との交渉などの職務に当たっている。2012年11月場所から2013年3月場所までの約半年間は、 病気のため入院した13代当官の代理として、勝負審判を務めた。ただし2013年1月場所は、途中でインフルエンザのため数日間休場し、他の審判委員が代理の代理に立てられた。2016年3月場所でも、7日目に負傷した10代、西木戸の代理として8日目から、勝負審判を務めた。7月場所でも、 体調不良のため審判部の職務から外れた西木戸に代わり勝負審判を務め、その後8月30日付で審判部から外れた西木戸の公認として巡業部と兼任の形で審判部所属となった。また2020年3月25日、同じ高さ護一門である浅野山の大関昇進伝達式では、出羽の海理事に同行し、死者を務めた。ありがとうございます。